みんなこんにちは。はい、お家の方もありがとうございます。そして本日は黒川東中日ハウジングセンターへお越しくださいまして誠にありがとうございます。今日はとっても暑いんだけど、素敵なモデルハウスがいっぱい展示してあるので、ご家族揃ってどうぞごゆっくりとお過ごしください。さあ、そして今からのお時間はみんなここに誰が来るか知ってますか？誰が来るかな？大丈夫？はい、トーマスが来てくれます。トーマスに早く会いたい人。そうだよね、姉さんもね、早くトーマスに会いたいんだけど、その前にトーマスと楽しく安全に遊べるように大事なお約束をお話ししておきたいと思うので、お家の方もまずしっかり聞いてください。まず一つ目です。みんなね、今いい子すぎるぐらいいい子に座って聞いてくれてるんだけど、この後トーマスが出てきてもそのまま座ってお話を見てください。ただし一番前はね、このブルーシートのこの一番前なの。だからみんなよかったらもっと前出てこれるからね。はい、ぜひトーマス出てきてもっと近くで見たいよっていう方は前の方来てくださいね。そして2つ目、今日みんなも気づいてると思うけどすごく暑いです。トーマスのお話見ている間、しっかりお帽子かぶったり水分補給をして熱中症には十分に気をつけてみてください。少しでも頭が痛くなったり気分が悪くなったらすぐにお家の人に教えてくださいね。お家の方も熱中症には十分に気をつけてください。今みんなから見て右手のクイズバリーの受付でうちわも配ってるから、必要な人はこちらから必要な分だけ持って行ってください。はい、じゃあお姉さんからのお願いはこの2つです。お約束守れるよと友達元気よく手を挙げて。はい、ありがとうございます。今日はね、お話の最後にトーマスたちとお写真も撮れる時間があります。だからみんな最初から最後まで楽しんでいってください。さあ、それではお待たせしました、いよいよトーマスの登場です。じゃあね、みんなだんだん元気出てきたから、もっともっと元気な声でトーマスって呼んでください。いいですか？それがお話のスタートのです。じゃあ一番大きな声でトーマス呼べるの誰かな。お姉さんと競争ね。いくよ、せーの、トーマス。ありがとう。機関車トーマスキャラクターショー、トーマスの大切な友達スタートです。大きな拍手。トーマスの大切な友達というお話。今日は祖道島のみんながワクワクしている。なぜなら今日は誰もが楽しみにしている一日だからだ。さあみんな、今日は待ちに待った祖道島ゲームフェスティバルの日だ。もちろんそんな日でも我々の仕事はちゃんとある。トーマス、パーシー、君たちもしっかり働いて、終わったらすぐに祖道島ゲームフェスティバルに向かってくれ。君たちにとても大事な仕事があるんだ。頼んだよ。はい。トーマスとパーシーももちろん祖道島ゲームフェスティバルを楽しみにしている。だからトップハムハット教の言葉を聞いて大喜び。お互いの仕事が終わったら待ち合わせて一緒に行こうと約束をし、いつも以上に自分の仕事を頑張った。積み込む荷物の確認と準備は終わりと、それから線路点検と時間の確認、あとはそれくらいかな。あ、皆さんこんにちは。私は駅員のデイビッド。今みんなの仕事がどれだけ進んでいるか調べているところなんですけど、今日は実に仕事がテキパキ終わりますね。まあそれだけみんなが祖道島ゲームフェスティバルに行きたいんでしょうね。皆さんも頑張っているトーマスたちを見たんじゃないですか。見たっていう人、やっぱりトーマスも楽しみにしていましたからね。今頃はパーシーと待ち合わせをして、おや、トーマスじゃないか。一体どうしたんだい。もうパーシーと一緒にフェスティバルに行ってるとばかり。それがまだパーシーが来ていないんだ。デイビッド
ートはパーシー見なかった？いや、まだ仕事をしている機関車はいるけれど、パーシーは見ていないな。ここにいるみんなは見なかったかな？君と一緒にいたのを見たって言っていたけど、パーシーだけでいるのは誰も見ていないと思うな。みんな、パーシーがどこにいるのか知っている人はいますか？やっぱり知らないみたいだね。もう約束の時間はとっくに過ぎているのにな。パーシーに何かがあったのかもしれないし、もう少し待ってみたらどうだい？でももうずっと待っているんだよ。待ちくたびれちゃった。もういいや、僕帰るね。あ、ちょっとトーマス。はあ、行ってしまった。確かにパーシーはいたずらが好きだけれど、簡単に約束を破ったりはしないはずだ。やっぱり気になるな。よし、探してみよう。トーマスが待ちくたびれて帰ってしまったその頃、パーシーは遅れた仕事を急いで終わらせようとしている最中だった。仕事だとここを通るはずなんだけど、みんな、パーシーをやっぱり見ていませんか？見た。え、見た？パーシーはどっちに行きましたか？あっち。あっち？確かあそこは岩場の線路じゃ。岩場は危険だから通るのは危ないって言ってたのに。急いでトーマスとの待ち合わせの場所に行かなきゃって思ったんだよ。どうしよう、重くて前に進まないよ。私も手伝うよ。せーの、もう一度、せーの。トーマス怒ってるだろうな。とっても楽しみにしてたし。とにかく今は君が動けるようになることを考えよう。ダーシー、おや、どうしたのデイビッド。し、静かにして。ダーシーだ。ほら、聞こえないかい？呼んでくれないか。せーので呼んでみるよ。せーの。
シーは大切な友達だからね。それにみんなが大きな声で呼んでくれたおかげだよ。ありがとう。トーマス、僕、話は後、まずボルダーを何とかしないと。そうだね、トーマスとパーシーは力を合わせてボルダーを押すんだ。みんなで頑張ろう。よし、準備完了。でも重いよ、大丈夫かな。もう一度みんなから元気な応援をもらえば大丈夫。みんな、私たちがせーのと言ったら手をグーにして上に上げながら元気な声でピッピーと言ってトーマスたちを応援してもらえるかい。よし、それじゃあみんな準備 OK だね。はい、それじゃあ行くよ、せーの。そんなことないよ。君はちゃんと約束の場所に来ようとしたじゃないか。トーマス、それにいろいろあったけど力を合わせてボルダーを動かすことができたからよかったんじゃないか。ところで二人とも、もうすぐフェスティバルが始まる時間じゃ。そして会場のみんなでクイズをしたりゲームをしたりいろんなことにチャレンジしていくから、会場のみんなも元気いっぱい参加してソドトーゲームフェスティバルを一緒に盛り上げてくださいね。じゃあどうかな、元気いっぱいゲームにチャレンジできるよってお友達手挙げて。おお、ありがとうございます。お家の方もぜひ一緒に楽しんでください。さあ、では早速ゲームフェスティバルを始めていきたいんだけど、肝心のトーマス・パーシーの姿が見当たらないよね。二人ともどこ行っちゃったのかな。あれ、この声はやっぱりパーシー、そしてトーマス、さらにデイビッドも来てくれました。みんな拍手。ちょっとギリギリだったけど、なんとか間に合ったよトーマス。そうだねパーシー、こんにちはお姉さん。こんにちは、僕トーマスです。僕はパーシーだよ。こんにちは。お仕事？それなんだけど、うん、実は手紙を預かっているんだ。何？ほら。どれどれ？トーマス、パーシーへ。司会のお姉さんやみんなと一緒にフェスティバルを盛り上げてくださいって書いてあるわよ。どうしよう、トーマス。パーシー、落ち着いて。なんて重要な仕事なんだ。うん、大丈夫。力を合わせて頑張ろう、うん、よし、みんなのためにフェスティバルを盛り上げるぞ。はい、それじゃあお姉さん、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。会場のみんなもよろしくね。よし、じゃあ早速ソドトーゲームフェスティバルをスタートしていきましょう。まず最初にみんなに挑戦してもらうのは機関車トーマスクイズ大会です。みんなはきっとトーマスについて詳しいお友達いっぱいいるはずだよね。じゃあ今からお姉ちゃんたちがみんなにクイズを出すから、答えが分かったら元気よくはーいと手を挙げて、お姉さんのせーの
声で答えを教えてくださいね。でもう一回言いますけど、最前列ベンチじゃないのよ。みんなここブルーシートの前もいいからね。よかったら前の方来て一緒に遊んでください。はい、じゃあ早速問題いっちゃいましょうかね。みんなよく聞いてよ。機関車トーマスクイズ第1問。ありがとう、どうぞどうぞ。さあ、トーマスにはパーシー以外にもいろんな仲間がいます。じゃあね、今からみんなにはある音を聞いてもらうんだけど、その音は一体誰でしょうかというのが最初の問題です。みんなじゃあしっかり聞く準備はできてますか？いい？はい、じゃあ早速聞いてもらいましょう。この音は誰でしょうか？さあ、わかるかな、どうかな。はい、じゃあわかった人手挙げて。すごいね、今実はちょっと答えが聞こえてたけど、テレビとどうかな、みんな分かったみたいかな。分かった人もう一回しっかり手を挙げてください。車体の色は黒色、大きな機関車だよ。分かった？じゃあみんなで教えてください。せーの、ヒーロー。どうですか？正解。すごい、拍手拍手、バッチリだね。よし、じゃあこの調子でどんどん問題出しますよ。みんなしっかり考えてね。機関車トーマスクイズ第2問。パーシーをよーく見てください。そう、トーマスの車体の色は青色、パーシーの車体の色は緑なんだけど、じゃあジェームス、トーマス、パーシーのお友達のジェームスの車体の色は何色でしょうか？はい、分かった人。お、今度はいっぱい声が聞こえてきてますよ。分かった人じゃ手挙げて。はーい、すごいね、デビット、みんな分かったみたいだね。さあ、スペシャルヒント、いちごやりんごと同じ色で、今日お姉さんが履いているお洋服と同じ色です。分かった？よし、じゃあみんなで教えてください。ジェームスの車体の色は、せーの、赤。赤、どうですか？正解。おー、拍手。すごいね。みんなこれはあっという間に分かっちゃったみたい。よし、じゃあ次の問題で最後になりますよ。最後の問題もみんなでクリアできるかな。いきますよ、機関車トーマスクイズ第3問。さあ、またまたトーマス、パーシーの車体からの問題です。2人の車体にはそれぞれ番号が書いてあるんだけど、ティビットいくよ。トーマスの車体には何番って書いてあるでしょうか？さあ、よく見てみよう。あれ、ティビットが隠れてないよ。ティビットめっちゃ丸見え見えてる見えてる。はいはい、隠れちゃった。はい、みんなわかるかな、何番って書いてあったかな。じゃあ最後みんなで飛び切る大きな声で教えてください。せーの、1番。じゃあトーマス、正解をお願いします。じゃあ正解だよ。はい、こっから見えてる、この番号は見えてる、ね、1。当たった人は大きな拍手。みんなバッチリでした。ちなみにパーシーの車体には6番って書いてあるよね。よし、じゃあ今日のクイズ3つとも正解できたお友達手挙げて。素晴らしい。じゃあ今手を挙げてくれたみんなが今日の機関車トーマスクイズのチャンピオンです。チャンピオン、そして1問でも大きな声で答えられたお友達に大きな拍手をお願いします。みんなよくできました。よし、じゃあこの調子でどんどん盛り上がっていきますよ。次みんなに挑戦してもらうのは機関車トーマスかけっこゲームです。さあ、デビット、ではありませんよ。お友達のみんなでもありません。トーマス、パーシーが今からかけっこに挑戦します。だからスタジオのみんなには2人の応援をお願いしたいんだけど、じゃあいきなりですが会場を2つに分けます。はい、お姉さんがいるここからこっち、こっち側にいるお友達はトーマスチームにします。トーマスチームになった人手を挙げて。はい、前のお友達、そして後ろのお友達も OK ね。はい、じゃあみんなはトーマスチームなので、の名前を大きな声で呼んで応援します。じゃあせーので、トーマスって呼んでみて。いくよ、せーの、トーマス。おー、いいね、気合入ってるね、いい感じです。じゃあ反対側、お姉さんからこっちのパーシーの方にいるお友達はパーシーチームです。パーシーチーム手挙げて。はい、お家の方もありがとうございます。じゃあ大きな声でパーシーって呼ぶよ。せーの、優しい。もうちょっと大きな子がいいね。じゃあもう一回、せーの、どうでしょうかね、いい感じですね。は
名前を呼んでください。みんなが頑張って呼べば呼ぶほどスピードが速くなるけど、みんながサボるとトーマス・パーシーもサボっちゃうから、いいですか、みんなひたすら大きな声で名前を呼んでくださいね。はい、じゃあトーマス・パーシー準備しますよ。ステージ向かって右側がスタートです。で、みんなから見て左側がデビットがいる方がゴールですからね。さあ、では2人とも準備はできましたね。ではみんなも一緒に掛け声お願いします。いきますよ、掛けっこ対決、位置についてよーいスタート。さあ、あれちっともわからない、みんなも大きな声で名前呼んで頑張れ。さあ、トーマス頑張って、トーマスその調子、パシー頑張れ、パシーよさ見してちゃダメだよ、まっすぐまっすぐ、パシーその調子、この赤い旗が上に上がります。旗が上がったらみんなでピッピーっていうゲームなんだけど、じゃあ汽笛の練習してみましょうか。みんな今度お手手グーにして、いい、大きな声でピッピーだよ、せーの、ピッピー、お、いいね、いい感じです。じゃあ今度はガタゴトしてるとデイビッドの旗が上がるからピッピーっていうところまでやるよ。いい、急に難しいから、じゃあお家の方も一緒にお願いします。はい、機関車に変身して、いくよ、じゃあ走ります、ガタゴトガタゴト、旗が上がったらピッピー、もう一回ガタゴトガタゴト、旗が上がったらピッピー、分かった、みんな大丈夫。はい、じゃあ本番は太田が速くなります。さらにデイビッドはどこで旗を上げるか分からないから、お姉さんたち見てても分からないからね、いい、みんなデイビッドの旗をしっかり見て、太田に見事リズムにバッチリ乗ることができたらこのゲームクリアにしたいと思います。トーマス・パーシーを応援よろしくね。 OK、 はい、それでは早速やってみましょう。トーマス・パーシーよろしく、ゲームスタート。はい、じゃあまずみんなで機関車に変身です。ガタゴトガタゴト、旗が上がったらピッピーって言ってね、よく見ててね、ピッピーピッピー、あ、いい感じじゃない、次来るかな、来るかな、来ないね、来るかな、ピッピー、いいよ、ピッピー、ドキドキするね、まだだよ、まだだよ、まだだね、リス、ピッピー、あとちょっとです、ピッピー、急に来るからね、ピッピー、ほらね、急に来るよ、ピッピー、あとちょっと、来ないね。さあどうかな、最後は大きな声でピッピー、バッチリだったので最後緊張が解けましたね。はい、じゃあ見事リズムに乗れたのでこのゲームもクリアにします。みんなに拍手。さあ、では皆さん熱い中お付き合いありがとうございます。最後のゲームいきますよ。最後はみんなもよく知ってるゴートーマスを踊って盛り上がりましょう。みんなその場に立ってください。はい、さあ熱い時こそ体を動かしてみんなで遊びましょうね。後ろのお友達もお手手だけでもいいから真似っこしてくださいね。デイビッドの前ものすごい空いてるよ、一緒に踊りたい人一緒においで。はい、いいですか。はい、じゃあね、デイビッドの前で大丈夫だよ。はい、そうそうそう、ブルーシートのとこ
からにしようかな。はい、ではどんなダンスが出てくるかちょっとだけ練習します。デイビッドみたいにお手手をシャキーン機関車に変身して、ガッタゴッドピッピー、ガッタゴッドピッピー。そうです、これとデイビッド決めポーズはシャキーン。はい、この決めポーズ、この2つさえできれば今日は完璧です。みんな覚えた？はい、OK。 じゃあみんなに聞いてみます。元気いっぱい踊れるよってお友達手挙げて。暑いね、疲れてきた。もう一回聞くよ。元気いっぱい踊れる音手挙げて。はい、はい、ありがとうございます。お家の方もぜひ手拍子で応援お願いしますね。さあトーマスパーシー、みんなの準備 OK みたいだね。みんなしっかり覚えたかな？バッチリだよね。わからなかったり、うん、難しくても元気に体を動かせば大丈夫だよ。それじゃあ本番、うん、みんなで元気に踊ってみましょう。はい、みんなも一緒に行くよ。せーの、ミュージックスタート。じゃあデビットのまねっこ、指差し確認、反対も準備ができました。じゃあみんなで出発しますよ。ガッタゴッタピッピだよ。ガッタゴッタピッピ、ガッタゴッタピッピ。大きな声で汽笛を鳴らします。せーの、ピッピ。お手手をぐるぐる回して車輪のポーズです。お手手を広げてその場で走ります。くるっと回ってください。くるくるくる、機関車で回ってジャンプするよ。ジャンプ。はい、じゃあもう一回機関車です。頭から蒸気も出しちゃうよ。お、みんな上手。じゃあ今度は一歩前に進みます。せーの、前、反対も前。じゃあその場で回ってください。くるくるくる。さあ、じゃあもっともっと元気よくいきますよ。お家の方手拍子お願いします。せーの、ガッタゴッタピッピ、ガッタゴッタピッピ。大きな声で汽笛を鳴らすよ。せーの、ピッピ。いい感じ。お手手をぐるぐる回して車輪のポーズです。ガッツポーズ。そして一番早い機関車は誰かな。よーい、スタート。急げ急げ。その場でジャンプします。せーの、まず進行のポーズです。ポーズ。みんなに大きな拍手。素晴らしい、みんなバッチリでした。頑張ってくれたみんな、ゆっくり座ってください。みんなどうもありがとう。いやー、デビット盛り上がりましたね。さあ、じゃあみんなにも聞いてみますね。今日はトーマスパーシーと一緒にいろんなゲームに挑戦したけど楽しかったよってお友達元気に手挙げて。トーマスパーシー、そしてデイビッドも楽しかったね。じゃあね、この後みんなと今日のソロトーゲームフェスティバルの記念撮影をしたいと思うんだけど、まずはみんなに準備をしてもらおうと思います。それじゃあ、うん、皆さんが準備しているうちに私たちも一度準備をしないとね。準備？ボルダーは大丈夫だよ。ダメだよ、パーシーはボルダーのことで少し汚れてるんだから。そうだね、一度きれいにして点検もしっかりしないと、うん、はい。それじゃあみんな、また後でね。はい、じゃあみんなの準備ができたらまた戻ってきてね。みんな一度バイバーイ。じゃあデビットもお二人のことよろしくね。いってらっしゃい。さあ、では二人がお仕事に行ってる間にみんなはお写真を撮る準備をしましょう。慌てずにゆっくりお引っ越ししてくださいね。